析成功です。クリスタルから召喚獣のデータを抽出しました。これで召喚マテリアを強化することができます。調べたところ、共和国時代のクラフトチップが埋まっている場所が分かりました。風化した古い船が目印です。その周辺を探してみてください。珍しい光景なのですぐに見つかると思います。
谷で語り継がれている伝説によると、昔、激しい戦闘で傷ついた破壊神バハムートが、この辺りに身を隠したそうです。破壊神は、長い年月をかけて、赤い大地の加護を受け、シンクの姿を手に入れたと言われています。召喚獣のデータを抽出できました。ありがとうございます。工房あたしはチョッコッポー、あなたもチョッコッポー、君もチョッコッポー。ほうほう、クラウドさん、ライフスポットから得た情報を分析した結果、新たなクラフトチップを発見しました。コスモ山脈付近の遺跡に埋まっているようです。その古い遺跡は現在も調査が進められており、古代種かそれに類する種族が建てたのではないかと言われています。せっかくなのでクラフトチップを探すついでに遺跡見学はいかがでしょう。
さそう。ゴーレムの気象書を確認しました。これよりガイドを開始します。実のところゴーレムは生物ではありません。ライフストリームによって動く意志なき土人形なのです。大昔に古代種の技術によって生み出されたと考えられています。しかし古代種がなぜこの場所にゴーレムを残していったのかは明らかになっていません。主を失ってから月日は流れ、ライフストリームの不純物が体内に蓄積したゴーレムは年々凶暴化していっています。周辺住民への被害も深刻です。討伐調査をお願いします。先生やっちゃえ。狙うぜ。ゾロ邪魔だ。うわっ、せやっ。気をすぎる。待ってました。来い。期待するぞ。私に任せて。飛び散れ。ナノ、ファイト。行くよ。しまった。やってやる。まだまだ。ガッツ。あれくれ。落ち着いていけ。おう、任せてくれ。さあ、行くよ。巻き上げて。やっ、当てる。この修行が足りない。俺が出る。落ち着くよ。連携しよう。おう、引っ込んでくれ。どっちはどうだ。私今、来る。クラウド任せろ。チャンスだよ。ここだ。うわっ、あなたもチョコポー、君もチョコポー。